そこエレベーターから飛び降りたら死ぬよなこれ。お、ダストシュートってやつやな。日本ではあんまり馴染みない。お、開けるぞ。なにこれ。荷物や。持ってこ。あーやけどこれあかん、俺のジャンプ力じゃ届かん。これか、これを足場にして。全然ゴミ回収された形跡ないな。もうなんかいろいろ崩壊してしまってんねんなこの世界は。うん、知ってるけど今気づいたわけじゃないけど。よいしょ。あれ、これでワープが可能か。ん、これなんやろ。あ、ノームの絵貼ってある。ノームって荷物なの。荷物でーす。あれでもこれ同じアイコン書いてない。ほら、お荷物でーす。どうすんのやろ。あれ、あ、え、いけた。いや、そう、さっきもらった帽子がちょっと郵便局員っぽいなと思って。すいません、郵便局のものですけどって今ネタやろうと思ったら、いけた。びっくりした。いけた。うわー、びっくりした。いけると思ってなくてびっくりした。は、そうなんや。どこまでやったっけ。あ、そ、これで、上階戻れるから。でも上階戻れるけど、戻る必要ある？これ引くだけでよくない？これ引いたらそもそも上戻れるでしょ。あ！マジか。まだ途中にフロアがあるんや。なーりーほーど。あー、どうしようかな。ここが出入りできるのは多分なんか意味あるな。おりー、あー、そっか。あ、わかった。わかりましたわ。上に戻って、これ、さっき一瞬出たけど、テレビ入ろうとしてキャンセルしたらバチバチバチってなんねんな。この時にやめたらなんかほら、画面がセピア色になる。こうして、で、こうして、こうして、すぐにワープ。よし、こうや。オッケー。これでこうでしょ。オッケーオッケー、つですだ。そういうことね。いやー、ようできてるな。でもここに降りちゃったらもうこれ帰る手段なくなったな。ここじゃなかったら罪かも。終わりかも。こけたわ。君一緒に行くかい？ごめん、すげえかさばるわ。やっぱ、いや。ごめんね。おや。これは、感電しているね。はい。あー、こいつ感電させて倒すんかな。これそもそも俺戻れるか？あ、戻れる戻れる。オッケー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 。じゃあ、多分、よいしょ。こうして、消して、怒らせて、よいしょ！よし。危な！ちょっとデンジャー攻撃俺に仕掛けかけてたやろ、お前。危ない危ない。割れてるやん、テレビ。
あ、今の衝撃で割れたんか。そんなことある？先に進みたいけど、これは何かしらの、あ、あの椅子かな。よいしょ、こんなにもたくさんの人を殺めながら進まんとあかん？このゲーム。まあ、前作も最終的にはものすげえ人数殺害することになったし。しゃあないんか。それがリトルナイトメアなんか。全然リトルじゃないや、今んとこ。ビッグナイトメアやぞ。ビッグナイトメアだ！よいしょ。すげえ、みんなが見てる。ここで空気読まずにテレビ消したらすごい人数に襲われるってこと。おじちゃんたち何見てんの？あかん、俺入られへんわ、もう。大人の輪に入られへん。18禁や、この番組。なんやねん。大人は嘘ばっかりや。じゃあもういいよ。よし。うわ。あ、ちょっと待って。壁にめっちゃ犬がうんこしてる落書きしてある。そんな普通の落書きもあるんや。ちょっと親近感湧くね。もう今までこの世界は頭おかしい落書きしかないと思ってるから。ショッピングカートだ。これは押されへんのか？あ、押せる押せる。ほんなら、これはこうやって持っていって、これは持ってくでしょ。ちょっと待って、ビリビリ、ビリビリ、ちょ、ここ。感電してる。落としてみよう。だから何？あ、滑っていく。おお、完璧じゃん。で、あのテレビはつけたり消したりができるな。よっ。で、これ伝っていく。すごい、先に発見したわ。やっぱこの観察力やな。あー、ちょっと待ってよ。こっち側行けるけど、あ、この隙間通れる。出たな、お前ら。流行ってんのか、この世界で。ブサイク人形図。向こう側行きたいけど、この椅子は移動させるのは無理。このボールは持っていけるね。通れない。なるほど。一個ずつ解決していこう。まず、あの電源を消さないと反対側に行けないので、まあ、これは、普通にこっから行けばいいか。こっからこう行って、こう行って、で、この謎の穴。この穴、ほのに何のためにあんの？続きこうってわけでもないよな。謎の穴通って、はい、電源消します。OK、電源が消えたので、このままこう行って、こう行って、反対側行けるようになりました。当然、電気消えたからテレビも消えてます。あー、このテレビ使ってワープがしたいのか。つまり、ショッピングカートかな？ショッピングカートを右側に移動して、今のうちに。で、もう一回電源をオンにして、これ足場にして反対側にジャンプじゃない？この辺かな？この辺に置いといたら、こっからこれ使ってこう行って向こうが行けるな。オッケー。この状態でじゃあ電源をオンにしよう。よいしょ。こういうことですよ。行き過ぎましたね。ありがとうございました。はぁ、大変やわ。リトルナイトメアはほんまアスレチックやで。で、よいしょ。もう一回電源つけます。で、電源つけたら再び足元が電流イライラ棒状態になってるから。こっから、こう。で、こう。
こう。よし。オッケー。ワープ。どこにワープすんのこれ。はい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 。どこ？暗くて汚い部屋っていうことだけはわかる。よいしょ。ちょ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 、入らなくていいです。キャンセル。よし。セピア色キャンセル。これここ？こっちか。あ、さっきの人たち。そんな遠くから絶対後ろの奴ら見えてないやん、なんも。うわ、こいつら二人で楽しんどる。あんなにたくさんの人々が。こうして。で、これ、ちょっと俺らも見たいんやけど、あのおっさんが、あのおっさんが見てるからな。消して、もう一回つけて、テレビついてるって。あ、向こうが行くんか。あー、なるほど。なら、なんやねん、こいつら。あるならええやんけ。お前らはええやんけ。この辺でこう、しゃがんで、隠れる。よしよしよし。バカめ。俺がゼロ距離でテレビを楽しませてもらうね。うわ、来た。危ない危ない危ない。あ、ごめん。ああ。結果的に、わあ、なんだこいつ、入ってきた。結果的に自分、うおお、怒られた。のんびりしてたらあかんかったんか。なるほどな。急げ急げ。なれな、あいつらもう。ちょっと、あいつらもうテレビが見れなくなったことよりも俺を殺すことが目的になってるやんけ。ちょっと、あそこテレビいっぱいあるよ。そこテレビいっぱいある。よかったね。全部消したら。怒ってる。あれ、え、おじさんが消えた。よし、おじさん、いけ。わわわわわわ、危ない。怖い怖い怖い。はあ、テレビ脳の大人怖いわ。嫌になっちゃう。嫌になっちゃうね、本当に。なんでこんな恐ろしい思いせなあかんのか。もうすべてはテレビ番組のせい。許さんぞ、フジテレビ。おや。え、シックスちゃん？大丈夫か？絶対にあのでかいやつおるやろ、そこ。合わせなあかんのか。あー、なるほどな。おるよな。あー、開くか。ちょ、これ。あー、出てきてた。出てくるんや。お、斧。あ、これはでも戦えるってことじゃないな。これはここ壊せってことやな。よいしょ。すいません、ちょっと待ってもらっていいですか。今、扉壊してるんで。よしよし。逃げろ、逃げろ。普通に開いた。普通に開くんや。あ、でもこいつ顔普通や。こいつ顔普通やぞ。え、他の大人たちみたいに顔がなくない？ある。しかも普通の人の顔してた。あ、上歩いてるわ。これはこっちでいいんか。うわ、探し探してる。そこにはいないですけどね。え、ワープした。あいつやるな。人ならざる技術を身につけてる。テレビから出てくるのは俺と一緒やのに。俺も将来あんな立派な高身長になれるかな。ここどこ？あ、なんか、あ、いるぞ。あー、しまったー。意味が分かった。これ間に合わんかも。これ、こうして
で、なおかつそこの板を破壊せなが、板を破壊する時間があるから、これ俺間に合わんかも。遅すぎた、気づくのが。あーくそ、これ多分速攻でやらんとあかんやつや。考えすぎた。いや、これはわからんやろ。しかしあいつワープ奏法身につけてるな、ムカつくな。普通に歩けよ。頑張れモロ。よし、ナイスです。おお、ここ大丈夫ですか。痛い、ケツが、ケツがーだー。俺はどうした、高身長。お前にはここを追ってくる度胸はないか。俺はある、お前にはない、俺はある。このやっぱ脱ぎ散らかされてる服あいつのかなと思ったけど、あいつもっと身長高いな。これはそこら辺のモブ顔なし大人か。電車や。うわー、こあいつテレビ使ったな。さては、ちょっとここスローモーションになんねん。テレビの中に入ってる時と一緒や。多分電波攻撃はあいつからやや受けてる。やめろ、体に悪いんじゃ。脳まで届くねん、その電磁波。あれでもなんか追ってきてんのかな、よくわからん。あー普通に開くわ。なんちょっとターザンできんのかなと思って嬉しかったのに。早い、ちょっとちょっとずれてる。さすが大人の歩幅。よいしょ、うわー捕まった。何が悪かったかな、やっぱちょっと突っかかっちゃったところかな。ノンストップでいかんとあかんっぽいな。ノンストップでいかんとあかんから、ここちょっとスローモーションになってんねやろうな、調整がしやすいように。ほっ、あ、これもしかしてあれか、ジャンプ戦闘自動ドアのセンサーに引っかかれへんのか。あれ、モノ君、モノ君、モノ君急いで。よいしょ、これ俺終わったかもしんねえな。あいつとは決別できたけど、かっこよポーズ。俺はついてこいや。この車両にはテレビはねえよ、追えねえだろ。だけど俺はもう終わりだ、ありがとな。いった全身を強打。しっかりしろ、モノ。モノ君、お前はやれる。大丈夫か。よし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 。ちょっと、未だ勝ってないぐらい立ち上がるのに時間かかる。これは痛い。これは痛いな。ん？シックちゃんか？今シックスちゃんのファントムじゃなかった。大丈夫か。つらいな、つらいな。シックスちゃん遊んでない。はい、あ、こいつレールの上から落ちずに歩けるかな、ゲームしてる。いやでも俺はどんなに傷ついてもシックスちゃんを助けるんや。なあモロ、頑張ろう。腰を強く打ったな。うん、後で病院行こうな。今ちょっと、もうちょっと頑張ろう。もうここ一番頑張ろう。みんな応援してるよ今。みんなモノ君を応援してあげて。頑張れーモノ君、頑張れー。ほらもうみんな応援してくれてるよ。敵にやられてピンチとかじゃなくて、腰を強く打ってピンチのヒーローってあんまり見たことないけど。痛み引くまでちょっと辛いやろうけど頑張ろう。これ下水？いや違うな、地下か、地下鉄やったんや。さっきまで電車で入ってきたもんな。さあ電車で移動した先は来たな。よいしょ、かっけえ。かっけえな、この構図。ついに来たな、諸悪の根源。ぶっ潰してやっからよ。あいつや。あ、大丈夫か？大丈夫か？お、外した。え？
流しちゃうの？お前のアイデンティティ。あ、もう動かねえ。もうダメか？これ終わりなのか？いや、しかし、うわぁ、ET！ あ、負けました。あ、すいません。あ、多分今のところあのスティックを動かして電波を合わせる必要があったところです。すいませんでした。見てました。何も気づかず。そうか、電波合わせや。今の電波合わせでこいつの力に勝つんや。よし、やったれモノ君。OK、 よし、 OK、 OK、 OK。 あ、これ楽しい。ボス戦っぽい。3回やるやろ、これ。お、立ち上がった。どうや、ここか。こいつ避けてくる。ここ。なるほど。こいつが姿勢を変えるためにスティックの位置変えなあかんわ。回避してくるんや。さあ、来い。ここでしょ？左下でしょ。あ、こいつの手の位置や。こいつの手がある位置が正解や。右、左下、上、下、どこや。え、これ分からん。上か。帰れ。しつこいな。もうエスパータイプ同士の戦いやな、これ。効果今一つや。行け、モノ、辻斬り。お、しかし倒したんじゃないか、これ。体が崩れていくぞ。帰れ、帰れ。あ、本当に帰っちゃった。おーし、映像モノ君。あ、え、モノ君何しようとしてる。世界をもう丸ごと。どう、これどうしたのよ。あ、もうこれでいいのか。あ、負けてる、負けてる。スティック上に倒したら負け始めた。強い俺。数々の電磁波を浴びた結果、えげつない能力を手に入れた。強くて申し訳ない。うわー、ちょ、これ拾おうぜ。え、拾わんの。あ、帽子がなくなった。メニューから。こっからは素顔か顔出しか。時代は YouTube か。なるほどな。今時顔出ししてないやつ人気出えへんわってことか。よし、行こう。実績、青ざめた街を抜けて。まあ、どっちかというと青ざめてんのこっちやけどな。あー、ついに来たな。テレビの中で何度も見せられたあの光景、今度はリアルってことやな。で、この扉を開けたら激エロルームがあったけど、そこにおったあいつはもうおらん。うわ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 、いいんですかこのとこ入っちゃって。あの、すいません、こういうお店初めてなんですけども。うわー、あー、やっぱあかんか。初心者はまずこちらから。はい。うおー、何これ、ホグワーツじゃん。すげえ、いろいろ浮いてる。でもまあ、このここって電波塔やよな。もうここに来たんやよな、ついに。なんか、え、ドロドロに溶けてる、溶けてにじれてる。もうこの先と、帽子はないってことでいいよな、この先。ちょ、あ、なんか体が崩壊を始めてた。あれ、ん、無限ループ、無限ループって怖くね。